優しいね。まさか、ラント君におんぶしてもらうなんて。どういう状態なんかがちょっとよくわからんねえけど。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。せっかくね、増えたけん、ちょっとクーカちゃん動かしていこうかなって思ったんやけど、戦いの準備を整えていきよったら、クーカちゃん今全然変身できんっていうことが分かったけん、とりあえずメンバーから外した。早速外した。これでいこう。ねえ。雪原は目撃例がないにもかかわらず、わずかに宇宙人の反応が残っていました。ナルクモさんの言う通り、宇宙人が潜んでいる可能性があります。調査ミッションに向かう準備はできていますか？もちろん。雪原の不気味な痕跡。エイリアンの情報を外見で分析にかけたところ、雪原にわずかながら怪しい反応が検出された。もしかしたらよからぬ計画が進行中かもしれない。早速現場を調査し、敵の計画を阻止しよう。エイリアンをすべて倒そう。プチスノーマンやってかわいい。な、20個ももらえる。はい、挑戦します。はい。宇宙人の反応があったのは確かなんです。皆さんどうか気をつけてください。なんか幻想的な感じやね。やっぱりこの場所はいいわね。落ち着く。ひゃー、なんだここ、騒がしい。寒いじゃん。雰囲気ぶち壊しやね。あいつら、なんでここに。事前にちょっと察知しまして、エイリアンのいいサボり場所だったのに。エイリアンの気配を察知しまして、もう来れなくなっちゃうじゃない。これはまだ、仕方ないか。向こうには気づかれてないってこと。おーい、UFO。 あと適当にやっといて。私は気分悪いし、頭の触覚みたいなんからなんか出よんかな、電波。あとはやっといて。何？誰に任せたの？エイリアンをすべてやっつけようやって、エイリアン呼んだってことか。何が起こったの？上だ。え、てかすべてってことはいっぱいおるんか、嫌やな。あ、かわいい、あの雪だるま。でっかい雪だるま。いいな、か、お、びっくりした。鎌倉とか入ったことないよね。入ってみたい。こいつ、あったかい。いきなり何すんだ。危ない。すべてってこの3匹ってこと？会長。あ、でもこの防御はあれやん。くまこちゃんも使えたはず。ちょっと、どけよ。それを使ったらバレるんかな。正体が。ラント君。やつらに復讐するまで。俺は、こんなところで負けるわけにはいかない。いつもさ、この、なんか、ガードの中央にある A が気になるんやけど、またY学園にいられないかもしれない。 A ボタンを押したくなるよね。でも、それでもいい。ラント君が助かるなら。お、なに？ラント君、このメダルを使ってオーバードライブよ。なに、新しい携帯？まさかの人兵以外にも増えていくってこと。新しい携帯、変身メダルディープシャドウギャラクシーを手に入れた。かっこいい。いいね。ラントだけかな。ラントとあとノーズにもなんか新しく支給されるんやっけ。自分は変身しないんすか。変身。お、来るよ来るよ。何やった、ディープギャラクシーオーバードライブだった。ちょっと名前が長くて覚えられないんだが。パプトルかな。変身シーンからかっこいいな。おー、ディープシャドウギャラクシー。宇宙の塵になるがいい。セリフは変わってない。すごい、これでめちゃくちゃ強力になった。パワーアップしたんだね。やるじゃんか、会長。でもあれやない、また武器が1からなんじゃないん。安心するのはまだだ。どう？エイリアンどもを倒すぞ。イエーイ。おう、やってやるぜ。おお。滅せよ。頑張ろう頑張ろう。よし。ん？もしかして動かすのはあれ、ディープシャドウ？ビッグブラック2。もう1出てこんくなったね。おい。ほら、まだメダルが1個しかないやん。もうそれでも使いたいんだけども。メッセよ。水星ランス。これは強いの？そうでもない気がするんやけど。ね、そうでもない気がするけど。お前の時間だ。待って。勝利。いやー、怖いよー。
大丈夫大丈夫っすか。イエーイ、周りのちっこいやつら邪魔だよ。雨様の泳ぎだ。これでいい。どうだ。なんかあれやな、ブラックアーミー見てからさ、あのメデューサ見たらめっちゃちっこく見えるね。あれでもでかいと感じたんやけど。時の流れは儚くない。びっくりした、ラットに戻っとった。もう変身解けたんすか。うわー、ちょ、他のキャラに移ろう。ビギラーズ、待って。うわ、すげー、目に丸見えてきたわ。お、避けたのか。今避けたのかどうかもよく分かってないけど、怖い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 。で、そういう攻撃をやめていただきたい。一文字切れ、十文字切れ、再三。え、今の当たった？これでどうだ。なんか当たってないような気がして。十文字切れ、再三。誰か、行動にハイプラッシュ。困ったこの子ちゃん。誰も回復技持ってなかった。どうはっ、一文字切れ。そっか、誰も回復技持ってない気がする。赤木様のお呼びだ。え、てかあれやな、ラントに私回復技持っとったんじゃないんかな。手にメダル減らせないよ。ちょっと私やられてますけど、ちょっと私やられてますけど、えいや、助けて。お、復活した。復活したよっしゃ。したけども、よし、ちょっといっぱい、いっぱい拾っとく。獅子黒邪魔よ。イエーイ。これ何？なんかそこ悪くない？あ、そっちにもあるんか。雪原の不気味な痕跡クリアだね。プチスノーマンゲットしたよ。なんとか全員生き残れたね。もう宇宙人はいないみたいだね。つら。 UFO もどっか行っちまったな。何だったんだ奴らのこと。あれよね、あっこで何らかの計画を実行中だったに違いない。 UFO を呼び寄せたところは見てないんよね。じゃあ僕たちその計画を未然に防げたってことだよね。うんうんうん、よかった。空華先輩がここを突き止めてくれたおかげだな。そんな、私は何も。いや、一番の功労者でしょう。これで戦力になったらもっと良かったんやけどね。お、何か言いたげな。さっきのは完全にうちがクマ子だってバレたよね。さらにね、もうちょっと前からちょっと怪しんどる感じはあるけど。あ、でもラントの感じやったらあれかな、全然分かってなくて的外れなこと言い出しそうな気もするけど。寒い。なあ、もう帰ろうぜ。しっかり体冷えちゃったね。このあったかい飲み物欲しいな。学園の敷地内だけでこんなめっちゃ寒い雪原エリアとか砂漠エリアとかあるわけやろ。ちょっとよく分からんよね。もしかしてすごい巨大なドームに囲まれとったりとかせん？今日は助けられた。うん、ラント君の役に立ちたいと思ってたのに足手まといになっちゃって。いや、全然全然、ごめんなさい。足手まといなんだよ。そんなぷよぷよした体で宇宙人と戦えるとでも思ってんのか。ほら、もうトラウマな発言が。やけんぷよぷよじゃなくなってきたんよね。結局ラント君に助けてもらって、こんなうちじゃダメだ。私たちも帰ろっか、風邪ひいちゃいけないし。いた。今じゃないか、迷惑をかけているのは。うん。でもあれかい、突き飛ばされた時にかい。優しいね。まさか、ラント君におんぶしてもらうなんて。どういう状態なんかがちょっとよくわからんねんけど。そういえば前に一度だけ足をくじいてラント君におんぶしてもらったっけ。過去にもそんなことが。あの、人生で一回も足をくじいた経験がないんやけど、よくあることなんかな。私のこと。何を。別に。お前、軽くなったな。あ、やっぱり普通に気づいとった。なるほどね。
私がクマ子だってこと気づいてくれたんだね。でも一応周りには言わん感じかな。ランド君泣くな。いいね、この二人押せるね。やっと戻ってきた。そこにいるだけで幸せな場所に。さあ今後みんなのいろんな形態が増えていくんかな。クエスト、セッカのオーバードライブバッチリ解決。あ、うんちく棒もゲットして。これはやっぱあれよね、人が持つ手持ちの武器ってことよね。ラントがディープシャドウギャラクシーに変身できるようになった。おー、これからはもういつでも変身して使いこなしていけるというわけですね。ちょっといろんなもの集めとく。これで次のクエストは、これか、帝王の誇り。なんかさっきのよりも多いよ、難しさが。学園マフィアで問題が起こっているらしい。話を聞きに体育倉庫に行ってみよう。ふんふん、体育倉庫に。これでノーズが仲間になるってことかな。体育倉庫か、どこやっけ。え、てかここはどこですか今。あ、なるほど、ここか。電車で戻ればいいってことかな。電車、モノレール。はい、モノレールで乗ります。どこに向かえばいいんやろ。学園エリア東、体育館ってどこや。体育館っていうか体育倉庫。あ、今私がいるのはどこ、あ、ここか。微妙なところに来たんだね、私は。とりあえず、これで。ももだよ。一旦、あそこやろ？あそこってことは、なんかどこに行っても遠いな。どこに行っても遠いな。本校舎にとりあえず行きます。でもこれでさ、戦闘の時、さっきの戦闘の時は、おっ！メダルが1個だけやったけど、おっ！おっ！次の戦闘の時は、ディープシャドウやっけ？あれに変身しても、事前にメダルをたくさんセットしておけば、全然使えるってことよね。なんか出てきたよ、ジミナディーヌ。どこ？マジで迷子になるよ。どこだよ。こっち側か。この奥やね。ふぅ。あ、来た。超久々。よっ超久々体育倉庫。ひょえー。何度来ても賑やかすぎてドキドキする。そう？上かな？下かな？なんか踊りたくなってこない？ディスコ的な感じ。こんなとこは楽しんだもの勝ちだよ。そうだぜ、マタロウ。玉ねぎステップ見せてみろよ。よーし。玉ねぎステップって何？玉ねぎステップ、久々だね。はあ、お前たちか。実は厄介な問題が起こっていてな。何？協力してくれるとありがたいんだが、どうだ。まあ死に来たんすけどね。帝王の誇り、学園マフィアスネークスが根城にしている体育倉庫ソシアルクラブでどうやら厄介な問題が起こってるらしい。ここで起こっとん。ノーズに協力して問題を解決しよう。学園マフィアスネークスって言うんやね、そのまんま。ああ、オンに切る。少し前から体育倉庫内で襲撃事件が起こるようになってな。こちらでも犯人をあぶり出して叩きのめそうとしたんだが、何、謀反が起きてるの。突然現れたと思えばすぐさま姿を隠すやからで正体がつかめん。怨霊的なことかな。うん、おそらく怨霊か何かだと睨んでいる。なるほど、そこでだ。襲撃にあった連中の中に何か見たものがあるらしい。そいつは今保健室で休ませている。話を聞いてみてくれ。頼んだぞ。クエスト、帝王の誇り発生、調査を開始しよう。なるほど、さすがの学園マフィアも怪奇案件はお手上げみたいだね。でもなんで急に体育倉庫に怨霊が出たんだろう。よかったら話を聞いてやってくれ。キラキラして楽しそうだから寄ってきたんじゃないか。そんなわけないでしょ。実はちょっと前から気になってたんですね。おでもキラキラしててワクワクするど。ほらな、まさかの有力説。
音量だったり楽しいことがしたい。まあそうかもしれんけども、あ、ここか。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今のところなんかノーズが仲間になりそうな雰囲気はないんやけど、また前回みたいにあれかい？戦うギリギリになって仲間に加わってきて、なんかそのまま戦闘に突入みたいな感じかもしれんね。